日本スピッツは日本原産の犬種である。耳が立ち、興奮部が尖ったスピッツの系統の犬で、白い紐を特徴とする中型の犬である。政権のスピッツ、日本スピッツの由来には諸説があり、はっきりしない。一般的には、1920年代以降、白いジャーマンスピッツやアメリカンエスキモードッグ等の白いスピッツ系の犬を交配して小さく改良し、 純白に固定化したものという。ジャーマンスピッツは1921年頃に東京で開催されたドッグショーに出展されている。一説によれば20世紀初頭にモンゴル、または満州から移入されたシュベリア原産のサモエドも荒廃されているというが、これを否定するものもある。1948年結成直後の全日本警備犬協会により、 統一されたスタンダードが確立された。国際地区圏連盟には1964年に正式登録された。政権のスピッツ正面横顔真っ白な毛並みや黒く大きな目が愛され、第二次世界大戦後の混乱期から高度成長期にかけて日本国内で家庭圏として爆発的に流行した。最盛期の1950年代後半には、 日本で1年間に登録される犬の4割を占めたほどの人気犬種だった。ところが、その後、神経質でキャンキャン吠える、うるさい犬との悪印象が定着するとともに、人気は衰え、マルチーズやポメラニアンにとって変わられることになった。1991年には銭湯を割り込んだとさえ言われる。無駄吠えが多かったのは、 外で鎖につないで飼うという当時の飼育習慣によるところが大きいという。また、その後、性格の改良が続けられ、現在のスピッツはあまり無駄吠えはしない。日本スピッツは1970年代以降、北欧やイギリスで人気が出た。公式に輸入されたのは1973年のスウェーデンが初めで、その子孫がイギリスにもたらされて人気を得た。 イギリスのザケネルクラブでは1977年に公認された。対抗はオスが30から38センチメートル、体重は5から11キログラム程度で、メスはやや小さい。目鼻が黒く、額や耳、全身の全面を除いて、全身を光沢のある、純白の長い紐で覆われている。特に首から全胸にかけての飾り毛が非常に美しい。 しもげは、短く、柔らかい。春になると、大量の毛が抜け落ちる。性質は明朗で活発、物覚えが良く、他人に対しては警戒心が強いが、飼い主に対しては従順である。しかし、繊細で神経質でストレスを抱え込みやすい。ありがとうございます。